めっちゃ美味しい。あ、これ止まらんやつですね。美味しいお酒とつまみを求めて、アンナ女一人はしご酒。関西には女性にも人気の飲み屋街がたくさん。そこでお酒大好き私坂東彩花が女性一人でも飲みに行けるお店を発掘します。私は今浦山通り、通称浦山に来ておりますけれども、提灯もついてきて盛り上がっております。次はどこに行きましょうかね。楽しいですね。先週に続きお初天神通りで夕方4時30分からはしご酒中。女性一人でも楽しい浦山道で3軒目。うわ、ここいいな。お邪魔します。こんばんは。あ、すごい、お広い。わ、中にもたくさん。お邪魔します。こちらは旬な食材を堪能できる炉端焼きのお店、炭焼き商店よう。今の旬って何なの？今ね、鮎の塩焼きですとか、店長さんがその場で炭火焼きにしてくれる鮎を楽しみに、まずはハイボールをいただきます。このちょっと汗ばむ季節にハイボール最高やん。そこに琵琶湖で採れた鮎の塩焼き。極上、うまみめっちゃある。油も乗ってるんですね。そうですね、酒飲みはたまらんやつ。炭火の香ばしさと苦みもあり、お酒も進みます。さらに女性に大人気、淡路島産の玉ねぎを使った蒸しバター。すごい。鶏富士用っていうね、お塩をかけさせていただいてるんで、これだけでも十分、はい、味してます。うん、玉ねぎ本来の持ってる甘さとバターと相性やば。とろとろでジューシー、ほんまに美味しかったです。そして締めに選んだメニューが、こんな焼きおにぎりいいんですか？いいんです。いいんです。いいんです。醤油をつけて焼いたおにぎりにウニをたっぷり、さらにイクラもどさっと乗せちゃう、めっちゃ贅沢な焼きおにぎり。濃厚、外側カリカリでイクラ弾ける。合わせるのは麦焼酎のソーダ割り。めっちゃ美味しい。焼酎でよかったかも。なんかピリッとちょっと辛い感じの方が合うかもしれない。ありがとうございました。いい気分になったところで、時刻は午後8時30分。さて、もう一軒行きますよ。浦山の入り口のね、ここよ。気になってたのが、女子は好きやと思うよこういうの。行ってみよう。こんばんは、お邪魔します。あ、すごい、すごい、めっちゃ隠れが。こんばんは、お邪魔します。4軒目は浦山道の入り口にあるルパン。ここはスペインバスク地方の郷土料理がいただける地下酒場。お酒もいろいろありますね。炎のカシスオレンジ、なんかスペインっぽい。実はこちらを頼むと驚きのパフォーマンスが。すごいすごい、青い炎が出てる。すごい、めっちゃ綺麗。なんと目の前でブランデーに炎をつけお酒を作る最高のパフォーマンスが見られるんです。おいしい。今まで飲んだカシスオレンジよりもさっぱりしてて、めっちゃフレッシュ。飲みすぎるとちょっと酔っ払う可能性もある。あ、でも酔ってきたかも。早いですね。
そしてあてにはタラをガーリックオイルでトロトロになるまで30分以上煮込んで作るバスク地方の郷土料理ピルピル。いわゆるアヒージョよりもすごいやっぱマイルドで優しい味わい、はい、ガーリックの感じもあるんですけどめっちゃ食べやすい。タラの旨味がオイルに溶け出したたまらん美味しさです。さらにニューカレドニア産の天使のエビもプリプリ、クリアなエビの味っていう感じが最高や。ピルピル美味しい。おー、次は香り高いスペインのジンでお客さんと乾杯。乾杯。女子美味しい。これすごい爽やか。え、口の中が華やぎ。あてはスペインの定番料理マッシュルームの鉄板焼き。うん、マッシュルームの食感めっちゃいいですね。生ハムがカリッとしてるの。そうですね、肉厚のマッシュルームに生ハムの旨味とニンニクが染み込んだ最高のあて。あー爽やか。そして締めにはキャラメリゼしたバスクチーズケーキ。すごく締めにはいい料理かな。え、最高。ホールで欲しい。香ばしさと優しい甘さとこのトロフワ食感、これ感動やわ。もう一杯いっちゃおうかな。ぜひ。詳しいお初天神通りの情報はアンナ関西を検索。